このコースは揺れているだけでは物足りないと感じる方におすすめのコースです。最初は難しいと感じる場合もあると思いますが、楽しみながら行ってみてください。まずはヒップサークル。お尻で小さく円を描きます。時計回しに15秒、逆回しに15秒行います。この時気をつけるのは頭と肩の位置がぶれないことです。体全体が傾いてしまうと腰に負担がかかり転倒しやすくなります。美しいくびれを作るにはウエスト周りの筋肉を意識して動かしてください。ではヒップサークルスタート。まずは時計回し15秒。次に逆回し15秒。次はヒップアウトイン。首レディーを前後にスイングさせウエストを出し入れします。ポイントは腹筋を緩めてアウトの状態、腹筋を締めてインの状態を作ることです。しっかりと腹筋への負荷を感じながら動かしてみましょう。ではヒップアウトインスタートです。次はヒップツイスト。首レディーを左右にスイングさせウエストを上げ下げします。ポイントはウエストのサイドに力を入れることです。テンポよく左右交互に動かしていきましょう。ではヒップツイストスタートです。以上でくびれコース終了です。このコースは特に骨盤と上体の動きに注意してください。骨盤を意識して骨盤はしっかりと動かします。しかし上体はできるだけ止める感じで運動するとこの効果は高まってくるわけです。上体をなるべく安定させる、そして骨盤をしっかりと動かす、これがこのコースの運動の大切さです。